高谷口町は和歌山県糸郡にあった町である。2006年3月1日、隣接する橋本市と合併し、新市政による橋本市となった。合併後も、かつての町域は橋本市高谷口町となっている。和歌山県の北東部に位置する。高谷口町名層の一部が黒山町内にあり、竹尾の一部が葛城町内にあり、飛び地となっている。 平安時代後期から霊峰高野山への山形口の一つとして発展し、その後宿場として栄えた。明治33年の木和鉄道の開通、翌年の倉駅の設置及び大正を4年に高野登山鉄道が橋本駅まで開通したことで高野参りの客が多く集まるようになり、旅館、土産物や飲食店が軒を並べ、この賑わいは大正14年に、 南海鉄道が高野海域に開通するまで続いた。農業の副業として盛んに行われていた養蚕や旗織は後のパイル織物を築く石となった。高野口町として最後の町長は辻本人志至り。高度成長期には日本全国のパイル織物の80%を生産していたこともあり、新幹線車両の座席は全て、 メイドイン荒野口であったと言われるが、バブル期の頃より、海外生産の廉価品に押され織物業は徐々に衰退した。姉妹都市、定型都市はない。ありがとうございます。